大寺寺は、栃木県栃木市にある、天台宗の寺院。三号は、小野寺山。陰号は、天保林院。天平九年の会期を伝える。最長による六所法刀の建立の地、縁人の修行の寺として有名である。天台宗の順別閣寺に指定されている。自覚大師道創建の正確な時期は不明ながら、隣接する村日野木神社境内からは、 奈良時代に遡る古河原が出土しており、この地に古代から寺院が存在し、東国における天台系仏教の拠点となっていたことは確かである。自伝によれば、第一寺は天平九年に狂気が回帰した寺院で、二祖は道中、三祖は高差都市とされる。道中は元人の皇帝で最長とも信仰があったそうであり、東国の騎士と称された。 高里氏市の時に大寺児で修行していた縁人、安慶などを最長のもとへ弟子入りさせ、天台教学を学ばせている。公認8年、最長が弟子たちと共に東国を巡釈した際、当時にて大上会の授与を行い、東国への天台布教の足場とした。また、北家業による国家鎮護のため、最長が日本国内の6カ所に混流を計画した6。 諸宝灯の一つが、当時に建てられた。二度の火災などにあったが、耐えることなく今日まで宝塔を伝えている。昭和39年3月3日に、エドウィン・オーライ・シャワー元駐日大使が参拝するために、訪れた。栃木県指定有形文化財他に、自覚大指堂などの岩船町指定文化財を有する。ありがとうございます。